すんの？住まい探しはスーモで検索。まだここにない出会い、リクルート。スーモありがとう。ありがとう。思います。第2弾ですね。じゃあ第3弾も早い早い早いまだ2弾終わってもない ね。またでもスモくんに会えるのが嬉しいですね。まんまるスモくん嬉しいな。近くなってるかもしれんで。どうしよう。はい、じゃあスタンバイします。はい、頑張って。じゃあカットよ、本番で。相変わらずやっぱスタッフさんの数が多くてびっくりしますね。僕らのミュージックビデオの撮影とか10分の1ぐらい10分の1もじゃあって2人しかおらんって。スタッフ2人か。スタッフ2人とかでやっとんねん。よーい、せーの。最初は嬉しいからいいんです。嬉しいからいいんです。じゃあ嬉しいから。嬉しいありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっと確認します。いいっすか。今押しすぎる。いいよ、押しとか。せーの。ありがとう。ありがとう。すごい。いい。今回またね、作り直して、はい、また別のアレンジでね、はい、あのヤバイ T シャツ屋さんの初期楽曲、うん、猫飼いたい曲をね、うん、ベースにね、うん、スーモマーチにアレンジしたんですけどね、かわいいとかね、うんうん、お客さんも一緒にね叫んだりとかね、うん、できると思うし、やった時にみんなでまた盛り上がれるんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい。ありがとう。ありがとう。そしてあのムツゴロウさんと共演されたんですけども、ムツゴロウさんだってテレビでさ、うん、ずっと見てたじゃないですか、うん、幼き頃からね。まさか会えるとは ね。でもなんかできることならこうワシワシってしてほしかった。ああ、してほしかった。されたい。森本がされてるとこ見たかったわ。よースタート。よーしよし。いや、僕はね、若い人と付き合うのは大好きなんだ。若い人とね、一緒に何かをやれるっていうのはね、嬉しくてしょうがないですね。もうだからね、そばにいるだけで楽しかったですよ。出来上がるの楽しみですね。これね、ぎゅーっとほら、ほら、へこむじゃないですか。ほら、へこむ。ほら、こんなにへこむんです。ね、相撲ってのは面白い生き物です。理想の起こされ方など、あれば教えてください。理想の起こされ方ですね。理想行きましょう。やっぱね、うん、こう寝てて、うん、寝ててで、なんかふわっと、お、何、朝ごはんの香りがいい、ふわっといいですね。お味噌汁にはっって言って、お、起きるっていう。森山は森本な、うん、お、うん、昼の太陽の明かりにそっと肩を叩かれる、うんうん、ええやん、めちゃくちゃええやん。あ、これ日光で起きたい、あ、眩しいって言って、うん、理想のでっかい猫に、理想のでっかい猫、でっかい猫に、うん、こう体のしかかられて、うん、え、苦しい苦しい苦しいって言って目覚めたら、うん、なんや理想の猫かいって言って起きるのが理想の猫ってなんや、理想の猫かい、起こされ方が理想の話やね、うん、実はですね、うん、今、うん、新しいお家探しております、うん、スーモのアプリ、うん、あ、使ってんの、使ってますか皆さん、うん、使ってますか、うん、便利、超便利、だいたい理想のお家の条件って、はい、そんなに変わらないと思う、まあね、例えば予算とか、はいはい、だそれが毎回こう開くたびにそれをポンとこう保存されてるから、はい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 、すぐに出る。なるほどね。でもどんどん新着物件が入ってくるから、うん、たまらん、もうスマホを持ったらチェック、うん、あ、絶対チェックするの何？独立洗面台の有無。なんだそれ。それなんなん、うん、独立洗面台っていう言葉ありますよね。わかるで、独立洗面台。チャレンジしてみたいこと、いやでも目標みたいなのはね、はい、もうずっとあって、うん、もう何年 ?2015 年から、はいはい、あの紅白歌合戦に出るっていうのをね、言い続けてますので、はい、それを目標に今年もね頑張りたいなと思ってます、はい。
スモ取ってつけたスモびっくりした。いやいやいや。